エルンスト・ハインリヒ・シュマウザーエルンスト・ハインリヒ・シュマウザーは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、警察大将及び武装親衛隊大将。ホーフ・アンデアザーレで、実業家の息子として生まれる。1911年10月に陸軍に入りし、バイエルン第1 1不評連隊に入隊し、その後ハノーバーの陸軍士官学校に入学した。 第一次世界大戦が始まると、西部戦線で戦い、3回負傷した。1919年2月に、中尉の階級で軍を去り、その後は銀行員として1933年まで働いた。1930年3月1日に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、同時に突撃隊にも入隊した。10月14日に、新隊入隊し、 15日に新衛隊大佐となる。12月15日には第7新衛隊連隊の指揮官となる。1932年7月に選挙区20区の選出の国会議員となるが、1932年11月の選挙で落選した。1932年8月27日に第16新衛隊地区の地区指導者となり、10月6日に、 新英体上級大佐に昇進する。1933年7月3日に新英体少将に昇進する。1933年11月に選挙区24区選出の国会議員となる。1933年7月15日にフリードリヒ・エッケルンの公認として新英体上級地区南の地区指導者となり、 9月15日に、新英隊中将に昇進している。1934年6月に起きた長いナイフの夜、事件においては、新英隊大国防軍連絡将校となり、7月1日に、エルンストレームの処刑を命じられたテオドール・アイケと、ミハイル・リッペルトに同行して、レームが監禁されていた、ミュンヘンのシュタンデルハイム刑務所を訪れている。 1936年3月29日に選挙区26区、選出の国会議員となる。4月1日には新設された、新英隊上級地区、マイン川の地区指導者となり、1937年4月20日に、新英隊大将に昇進する。1940年の3月から4月の間、ドクロ師団に入り訓練を受けた。百四十一年四月十日に、 警察大将に昇進、5月20日にエイリヒホンデムバッハの公認として、南東新兵隊及び警察高級指導者と新兵隊上級地区、南東地区指導者に就任した。1944年7月1日には武装新兵隊大将へと昇進している。1945年2月10日にソ連軍の捕虜となり、12月31日に殺害された。 ABC ユジャン P ヘーネ、P62 平年、P133。ありがとうございます。